ラケタはソビエト連邦及びロシアの時計のブランドの一つ。ラケタブランドの時計は一般市民に愛用されるのみならず、ロシア赤軍、ソビエト海軍、北極体験隊などで採用されていた歴史を持つ。1961年以来、サンクトペテルブルクのペテロドバレーツ時計工場で製造されている。この工場は1721年にピョートル大帝により、 鉱石のカッティングを行うペテルホフ鉱石、加工場として設立され、工場としては、ロシア最古のものである。設立当時、この工場では、ザーとその家族のための奇跡、半奇跡の置物などを作成していたが、80年代には1年に450万ものラケタブランドの時計を製造するようになった。ペテロドバレーツ工場で生産されたラケタブランドの時計は、 共産権のすべての国に輸出されており、世界で最も丈夫で信頼性の高い時計の一つと考えられていた。1961年4月12日にユーリー・ガガーリンがボストーク1号ロケットで人類初の大気圏外飛行を行った。このガガーリンの偉業を記念して、ペテロドバレーツ時計工場はその時計をラケタと命名した。しかし、冷戦の最中であった当時、 西側諸国ではこの名はむしろ大陸間弾道弾ミサイル R-16 の開発を思い起こさせるものであり、反感をもって受け止められていた。ペテロドバレーツ工場では時計の生産以前に軍需産業や時計産業向けの奇跡加工を行っていた。その後、1949年のズベダ及びポベダノにモデルから独自の時計製造が開始された。 ラケタブランドで時計が生産されるのは1961年のことである。この時計には、ラケタ 2609N と名付けられた独自のムーブメントが組み込まれていた。その後、ラケタ 2609N をもとに、ペテロドバレーツ時計工場では、自動巻き、カレンダー機能付き、極地探検対応の24時間時計、核戦争を想定した高時制の時計など、 20種類以上のムーブメントを開発している。腕時計、懐中時計、極地探検隊モデル、潜水用、モデル、軍隊用、モデル、航空モデル等、ありがとうございます。